はいどうも皆さんこんにちは、ぴよつきチャンネルやっぺなしのぴよたです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていくのもこちらのステージ武器です。ムニエール海洋発電所にてホットブラスター、スペースシューター、クーゲルシュライバー、キャンピングシェルターでやっていきたいと思います。それではスタート。いやークーゲルシュライバーっていう言い方がね、なんかなんちゃらブラスターとかなんちゃらシューターとかじゃなくてシュライバーって何っていう、そういう感じになってしまうのでね、なんか一瞬シュライバーあれシュライあれみたいなシュライバーだっけ、シュライザーみたいな、そんな別の単語だっけみたいな、そうすごい謎になってしまうんですが、シュライバーってなんだろうね。ちょっと後で空き時間があったら調べてみますね。さあということで、初手は通常しよう、通常ウェーブこちら側でーす。そこは頼んだぜ。とりあえずまあ潰せるやつは潰し、オッケー、はい、あ持ってったね、ほいほい、やっとはい、やっと、あっち側っていうか基本的に、あーやっぱ言った基本的にね、私はダイバーに対して強くは出れない。うまい、僕か狙い、 OK、 あアヒルみてえに、あポケモンでいうコダックみたいな声になってよね。さあ、えい、ちょっと奥行くわ、あんま発射されたくねえ。むしむしむし、むしっとけむしっとけ、あいよっと、直撃2発でドスコイが処理できるから地味に火力高えよな。オッケー、ナイス、ほいっと、ほい、ナイス、いって、いいよ、ナイス、最後のボム投げもいい感じに入ってますね。クーゲルシュライバー、ちなみにクーゲルシュライバー近距離だとかなり強い状態になって、遠距離もかなり狙える。まあでも遠距離で狙うより近距離の方が続けるとしては強い。だからこんな感じでリチャージを含めて連打する方が絶対強いと僕は思う。この一周使う前だったら普通に大丈夫のはずなので、いいよ、このうちに回復入れとこう。オッケー、いいよ、銃か、やっべ、待て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 、ここは逃げられる、ありがとう。どう？もう回収量的に早いこと、あんまボム投げをしたくはねえんだが、ボム投げっつうかいくら投げをしたくはねえんだが、ああ狙い僕かよ、マジか、別の人に今変わったもんだと思ってたぞ、すまねえ、あと4つ、これ持ってかれるとまずいね。だあ、なんでこの完璧なタイミングでタゲ変わるんだよ。ちょうど足元からさ、インクが一切なくなった、味方インクが一切なくなったそのタイミングで、なぜ、ありがとう、完璧すぎるタイミングに私はもう引いてよ、若干もう意識的にあれじゃん、こいつめーらおーみたいな、
今こいつピンチじゃんみたいな、そういう感じで狙われた感じがすごいするので、なんかやってて罠にはめられた感がすごいです。かといってあのまんま引きこもってると絶対納品が足りなくなりがちな気がしたんで、あれはしょうがない、移動はあり。その後耐えたのは味方がすげえってことだけど、でも移動したことに後悔はないです。あらま、ういうい、あー無理か、おいおい、いいよいいよ、バサッ、オッケー、ナイス塗り、うえー、そんなヘビで撃って帰ってきた、ありがとう。カタパが出てきた、あー出たわ、いいよ、あー登れねー、なんかいる、なんかやめろ、壁、変に壁を塗るな、やっべ、アメフラシも相当きついな、やべえ、あとどこ、えいけっ、耐えろいけー、ナイス、うわー、ここにイクラが落ちてて本当によかった、あーよかった、本当にそこにイクラが落ちてて怖すぎる、いやー危なかったですね、あー怖、いやだってねー、あの場面はこの武器種の中で一番ネックになってくるのは何だろうね、火力自体はあるんだよ、まあちょっとチャージが必要だったり一癖二癖もある火力武器が多いですが、そうだね、まあスペッシュだけか、火力がないのは。キャンプは火力めちゃくちゃある、ホットもある、でクゲもある、雑魚処理が一番得意なのはクゲだろうね、一番雑魚処理が得意なのがクゲで、その次がなんだろう、その次がキャンプか、あのパージはマジでキャンプのねすげえ利点として入るもんな、さあ狙いに行くか、チャージをやってあいつを、うまい、ナイス、遠距離への切り替えがスムーズ、よいしょ、このまま寄せます、はい、よっと、どこ？カタパ、あ、いたわ、あっちか、いってその前にこっちちょっと、おっ、入んねえ、あぶねえ、いいダメージ、まだあいつ全部残ってんのか、攻めて片方、オッケー、ナイス、ぶし、片翼にすればなんとかなるだろう、やべ、あ食べたけど、ありがとう、うおっ、おっ、あーもう一回すまねー、マジでモグラが足元に来た瞬間に投げ入れるぐらいしかできない、死なばもろともするつもりはないんだ、あまりあまりな、ナイス、第1ウェーブからこれのせいで、塗りが、ホットブラスター、
通常使用ですね。何が来るかな。さあ何が来るか。こちら側ではな、あーね、寄せます。カモン。はい、食べたね。オッケー、うまい。はい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 、オッケー。あそこにもモグラがいて、よっと、オッケー、ナイス打ち返し。あれ打ち返したのはでかい。あら、普通にミスってる。あそこに、あーあーね。やっべ、そこでタワーはダメよ。やばい、そこタワーはさすがに無理。ごめん、助けて。ついでにこいつお土産に命持ってくから。ほい、私が有利取れるんだよ、ブラスターは。せめてこいつは潰さねえといけねえよな。逃げろー。でまあ食べてきやがったのか、あやつ。どうするよ、足りた。やっべ、よいしょ、ナイスー。あー怖怖すぎ。あ、やっぱタワー潰すぎてよかった、あっちが回って。さあ通常しよう。通常ウェーブだね。うーん、何が出てくる。こちらではないから、うー、片っ端なら呼んでよ。誰も入ってねー。ウェーブ鈍い音、助けて。うわ、ナイス、ナイスすぎね。逃げるか。はい、うまーい。うわー、前の人の肩パッドの弾全部僕が回収した。逃げましょうか。ぶね。あ、お前さっきからずっといたのか。ふっ。うわあ。いや。やられた。いやー、誰かが死んだらこいつを入れてやろうではないかと。思うんだけど、そんなこと考えてる暇ねえから、もう時間もあれなんで使います。やめんか、ここ。あー、僕は死んでもいい。いや、死んじゃダメだこの状態だと。ただふっ、足りない、2つ足りない。せめて死ぬならこいつを持ってけという意味だったのに、僕は死んでもいいからという謎発言が出てしまった。いやー、さあということで納品はいい感じにできてたけど、さあラスト3試合目いきましょうか。Go。 ここ勝てれば出てくるよ、あいつが。お頭、今はどっちなんだろうね、お頭。一発360もあったの、フルヒットで。そりゃ火力あるわ、そりゃ火力あるわな、さっきから。まだキャンセルが可能ってことは、あー、キャンセル可能じゃなくなった、よかった。キャンセル可能の時ってね、マッチ待機って書いてあっても、それ結局のところ
まだメンバーがぐるぐるしてるからね、その間って決まることないんだよね。マッチ待機できなくの、あのキャンセルができなくなってからマッチが選ばれるから。さあホットブラスター、はーい、単調。さあ時間かけても塗っていいや。はい、ちょ、側面、圧倒的側面、てか落ちたろ。うまい、ナイス、やれる。あ、やってるわ。早っ、早すぎんだろ。はい、なんか違うけどついでに打っとこうとして、なんか後ろいねえか。あ、違うわ、これいった、ふぅぅぅ、やってやられて、やべえよやべえよ。あの柱クソ邪魔だなぁ、マジで。いって、はい、この乱戦状況はちょっと怖いので慎重に狙います。あー、あそこにもいるんかい。あー、あいつは虫だな。納品の方行きましょう。はい、ほい、はい、ナイス、ほいほいほい、いいよ。さあキャンピングシェルター、よいしょ、あーん、こっちだね。カタパも出てきたわ。あー、外した、入れた？あ、オッケー、ナイス、いいよ、ゲ、この上の金網マジで頼りになるな。あそこの片パを潰しに行きましょう。お、うまいね、あい、待って、えい、逃げてる、やめろ。あと6個、どこで稼ぐんだよ。痛い、ふぅ、あと1人だと。あやられてしまったか。さあということで今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ辛いところは多いよな。敵が溢れかえると、てか動ける場所が確保できる状態だとかなり強いんですけど、あの周りが雑魚に溢れてくると途端に弱くなる編成って感じですね今回は。あとはクーゲルの方がどれだけ雑魚処理するかって気もする。クーゲルと、いや、キャンプはね、そう簡単にパージするのが、もうちょいパージするボタンが欲しいよね。バッバッて、バッってやって、バッカチッっていうやつじゃなくて、もうバカチッみたいな感じで、バカチッみたいな感じでね、いけるようにしてくれたらすげえあれ強えってなるんだけどなーって気はします。まあそれをやるとあいつの武器ランクがね、
もう少し上がりそうだから、それはそれで勘弁願いたいとこでもあるんだけど。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。